まあ向こうは役柄上でもいい名付けだし、狙ってのキャスティングなんかな。マッチしてていいんじゃね。は死ね。このコーノって、番組上そういう流れになってるみたいね。でもあくまでビジネスみたいよ。そりゃキスした相手とすぐ疎遠になったら番受け悪いでしょうし。まあわかるけどな、ろくに演技できないやついて今日天の悪夢が再びとか思ってんだろ。バレてる。なんだよアクア君、舞台そんなに好きじゃないでしょ。気づかれたか。そら気ないんだ。なんだよ、せっかく時間できたんだからちょっとデートしよう。よし。